はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員くつざわでございます。光る光る様、夏美様、やすし様、ひびじじ様、生ハゲの息子と姉様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。あきら様、越谷市のポスティングボランティアお申し出ありがとうございます。越谷市はですね、辺見正隆が立候補する予定であります。そちらの方のチラシポスティングしていただけるそうで、誠に誠にありがとうございます。画像提供いただきました。8月31日昨日ですね、国会前で国葬植えメロでワイワイ集まっている皆さんであります。まあまあ上り旗中心なんですけれども、まあまあね、一人一本ぐらい持っておって、旗の数の割には人数はおらんと、まあこういう方々ですね。立民、社民、令和、自治労、全協、全労協、東水労、これなんだろうね、東京水道労働組合かな、都教組、全協女性部、新日本婦人会、退職者ユニオン、千代田退職者会、全商連、慶応義塾有志の会、早稲田反戦アクション、津田塾生の会などなどの旗が見受けられました。平日の昼間に集まれる貴族な皆さんたちですな。働かねえで平日昼間こんなことやってられんだから、あんたら何の不満もないんじゃないのかなんて思うわけなんですけれども、まあね、ひょっとしてこれが仕事これが仕事ですか。アルバイト代金もらえるんですかね。白髪でね、慶応有志の会とか大学の名前出してやってて恥ずかしくないのかな。津田塾生の会なんかも、まあまあおばあさんたちなんですよ。恥ずかしくねえのかな。いつまで自分が卒業した50年前にね、卒業した大学の名前使ってんのかな。私麻布大学出身ですけれども、そんなの言ったことねえよ。麻布有志の会かなんか言って麻布大学有志の会か、なんてやったことないっすよ。もう卒業したの30年以上前だもんね。旗立ててんだから、まあ団体の総意としてルエメロなんでしょうね。立民も社民も令和も、共産の旗はなかったけど、まあ残りの団体全部ね、共産党の下部組織とも言えなくもないですからね。全員この人ら日本語通じませんから、関わったら負けであります。一見日本語喋ってるように聞こえんですけれども、私ら我々が使っている日本語と違いますんで、全然違いますんでね。だからあっちもこっちの言ってること理解できないし、こっちもあっちの言ってること全く理解できません。関わったら負けであります。C 数を政府国葬の費用総額は事後報告、国会にも諮らず勝手に決めておいて費用はいくらかかるかわからないと言い放つ、どこまで国民をないがしろにすれば気が済むのか。ねえ、何言ってるかわかんないでしょ。何に怒ってんだ言ってって話なんですけど、ネットの反応です。赤軍軍祭はははは、警備費用を公開するわけないだろうが、あんたらが暴れれば警備費用が増えるんだよ。あんたらの給料の方が無駄、共産党を養うより何万倍も有意義、公電で黒字になるに決まってるだろう。お前らが反対なら賛成という意見ありました。警備費用公開すれば警備の範囲や規模を推測されちゃうでしょうかね。じゃあ大盤振る舞いしてから相当広い範囲で封鎖すんだなとかさ、予備費という
国会で承認された予算の中から出すんだから測ってないっていうのが嘘であります、この人ら使ってる日本語では測ってないってことになるみたいなんですけれども、議会に測るってこの感じでよかったのかな、なんか違うような気がするな、気のせいかもしれないですけれども、これいいのかな、指紋の指ですよねこれね、指紋、いいのかな、なんか違うような気が、国民をないがしろ、これも嘘ですね、人民をの間違いでしょ、きちんと書きなさいよ、一見日本語だが我々の日本語と違う、どうせ中心にならないんだから上メロの皆さんもですね、顔真っ赤にしてテレビ中継見ててよストレスで免疫落ちるようにね、あるいはあの武道館を取り囲むように靖国通りあたりに集合すんのかな、同じく国葬上メロの日本第一党の連中なんかも一緒になって集合するんでしょうか、探しましたけれども、この中に日本第一党の旗はありませんでした。何や、主張が一緒なんだから、主張が一緒で国葬上メロで、それのデモもやんだから、日本第一党もこれらの中に参加してもいいのに、むしろ参加すべき、と思っております。留学生増やす、特定技能外国人労働者増やす、岸田情弱内閣、岸田情弱総理の実弟、実の弟、岸田武雄っていうらしいんですけど、総理が岸田文雄、弟が岸田武雄、文武両道ってことなのか、2010年から特定技能制度で就労するインドネシア人を支援する会社を経営しておりました。ネットの話です。これは分かりやすい。ガデン飲水案件、外国人労働者が増えれば増えるほど儲かる仕組み、これなんて錬金術。安倍総理は同級生が学校経営してるってだけでテレビに攻撃されたけど、なんでマスコミが追及しないのか、すっとぼけ。端子太郎と一緒やんか。統一教会より何かね、肺がんやってからたまにこういうふうに咳が出るようにしました。端子太郎と一緒やんか。統一教会よりはるかにやばいやん。そら宝言いますわ。あ、留学生は日本の宝とか言っちゃったのね。弟の会社にあからさまな利益誘導、絵に描いたような国賊じゃないのこれ。情弱のふりして実は情弱じゃなかったのかもな、すっとぼけてたね。恣意的に国賊、売国、国を売るのは儲かりますか。日本端子の大株主で中国製ソーラー推しの河野太郎よりあからさまですねこれね。テレビ新聞は日本を滅ぼしたい目的にかなってるから叩かないんじゃないのこれね。マスコミと結託してる岸田を早くなんとかしないと子孫が困りますね。岸田の子孫も一緒に困るんですけど、バカでそれが分かんないんでしょうね。日本がやばくなったらお前らの孫や子も子や孫も困んだからな。それが理解できないんだろうね。それで甘えた気分で今さえよければいい、俺さえよければいいっつって、せっせと売国やってんだろうな。13年間にわたり北区と豊島区両方から生活保護を受給していた清水盛人って読むのかなこれな。清水68歳を逮捕、被害総額約2000万円。北区で受給していたが2009年に豊島区に引っ越してから豊島区からももらっていた、北区からももらっていた。ふざけんなって話ですね。ネットの反応です。どんな裏技使ったんだよ。見抜けない、行政のシステムがおかしい。名前を2つ持ってない限り不可能。何のためのマイナンバーだよ。マイナンバーカードも2つ持ってたというオチ。灰乗り、なりすましナンバー。善良な国民には厳しいのに。働くのがバカバカしくなる。いや、本当に。税金納めたくなくなる。脳科学者中野信子さん、フリーライダー排除は防衛本能。フリーライダーっていうのは
ただ乗り野郎、社会のお荷物ですね。お荷物がある一定の割合を超えると組織は崩壊する。まあ、働かざる者食うべからず、いうやつなんですけどね。組織のお荷物を無意識に排除することで組織を守ってきた、人類はっていうことですね。石器時代、暴力によるシーンは 15% でした。これはですね、まあ、大きくても50人ぐらいの集団、小さければ20人ぐらいの集団で、行動してたんですけどね。まあ、採集とか、魚取ったり貝取ったりしてその場所で思わしくなくなると移動してみて、それでね、こいつ役に立たねえなみんなのためにとみなされると殺されていたのが死因の約 15% を占めておりました。100人、亡くなるとするとですね、そのうち15人は仲間に排除され殺されていた。農耕を開始したらなぜか 20% に増えました。これはですね、移り住めばいいっていうとこから、オラの土地、オラの畑、我らの領土みたいな概念が出てきまして、戦争始まったからでしょうね。産業革命で、まあまあ、遠くの食料なんかも機関車とかで、運べるようになって 5% まで減りました。現代は 1%。これね、戦争を含まず暴力による死ですから、まあ、殺人事件であるとか事故は含まれないな。まあ、戦争やってる国はやってますもんね。ウクライナでもロシアでも、現代は暴力による死が 1% まで減りました。なのでこういうただ乗り犯罪に対する反感は本能レベルで強いんですね。人間は、働かざる者食うべからず、まあ、食わなかったら死んじゃいますから、日本はもう元からそういう国だったんでしょうね。ごくつぶしなんていう言葉もありますね。どこの国もやってない外国人生活保護を今すぐ新規給付やめるべきなんですよ。新規給付やめて増やさなければだんだん減っていくからさ、時間はかかるけど、今すぐやってるものをバズンと取り上げちゃうと暴動を起こしたりジョーカーやったりするやつ出てくるんで大変ですからね。役所に来たやつは黙ってそいつの国の大使館に連れて行けばいいんだわ。それが世界で中でやってる、ことであります。こういうことやってる連中が、つまり生活保護受給詐欺やってる連中がマイナンバーカードに大反対してんでしょうね。あるいは脱税してるやつとかね。清水容疑者はやはり名前も2つ、マイナンバーも2つ、戸籍も2つ持ってるってやつなんだろうか。これ外国人に多いんですけど、生活保護者の転居は転居先自治体に通知出すことになってるんだが、北区で生活保護受給、もらってるやつが豊島区に引っ越しますって言ったら、北区は豊島区にこういうやつ行くからねよろしくね、言うんですけど、北区がこれ怠ったってことなんでしょうかね。北区の福祉課もグルなのかなって思っちゃう案件ですね。グルじゃなかったらごめんなさい、でも疑われてもしょうがないような大ミスですからね、大失態ですからね、これね。日本探子太郎が防衛大臣時代に中国に忖度して潰した陸上型維持システムの代わりになる船を2隻建造すると発表になっておりました。ネットの反応です。排水量2万トンは出雲よりでかい。5年でできるもんなんだ、早いな。金がかかるが船が増えて結果オーライ、大口径のレールガンを乗せよう。ロ中北韓、日本の周りには面倒な国ばっかなので打倒、加賀出雲よりでかいのかすげー、いう意見。210m 2万トンがピンときません、排水量。大和263m 6.4 万トンでけー。これ長さはさほど出ないけど体積がでかい。
っていうことですね。長門224メーター4万トン、出雲248メーター2万トン、排水量というか体積同じぐらいですね。愛宕従順洋館という区分203メーター1.3万トン、まあこんな感じになっております。5年で2隻作るって言ってたんで、あの1からやってたんじゃ間に合わないんで、多分出雲がベースなんでしょうね。出雲の上側を変えるんでしょうね。陸上のイージス要塞の方がずっと低コストで人員も楽で、なんつったって海に出なくていいから楽、地上勤務、補給も便利、食料だってミサイルだってすぐ補給できる。なんだが岸田は再度やろうって気にならんのかね。こんだけ状況が違ってきたのに、太郎が陸上イージス要塞潰した頃はロシアがウクライナに攻め入ってなかったのにね。まあなるわけないか。身内の弟の会社の利益ばっか気にしてなるわけないか。情弱バカ総理って昨日まで呼んでおりましたけれども、売国奴ですね。本当にこいつ国賊だな。一族のことばっか考えて日本めちゃくちゃにしてんじゃねえよ。お前らの子孫がコマンダガンな、全くバカで理解できないからしゃあねえな。早いこと、岸田総理辞めてもらいたいと思っております。と言っても次が端子太郎とかじゃ嫌ですけどね。分かってる人やってくれよ、分かってる人いろいろよもう。というわけでメール党員さん、地区支部長、地区ポスティングボランティアさん、9月11日活動のメール党員さん大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。